投票の結果を事務総長から報告させます。投票総数459、過半数の発表363、一つの制御96。議員の結果、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。次に社会保障の